勝川春英、列国会談危機が基調より、具品犬品は天狗の一種、狼の姿をしており、犬の口を持つとされる。著名な霊山を拠点とする大天狗や小天狗に対し、犬品は日本全国各地の名もない山奥に住むと言われる。また大天狗やカラス天狗が主験道や密教などの仏教的な性格を持つのに対し、犬品は、 山岳信仰の土俗的な神に近い。天狗としての地位は最下位だが、それだけに人間の生活にとって身近な存在であり、特に山仕事をする人々は山で木を切ったりするために犬品と密接に交流し、犬品の信頼を受けることが最も重要とされていた。犬品は山の神の使者ともいえ、人間に山への威嚇感を与えることが第一の仕事とも考えられている。 山の中で木の切り倒される音が響く回、天狗倒しは、犬生まれ人倒しとも呼ばれるほか、天狗笑い、天狗歴、天狗日なども犬品の仕業と言われる。このように、山仕事をする、人々の身近な存在のはずの犬品が回を、起こすのは、人々が自然との共存と山の神との信頼関係を続けるようにとの一種の警告と言われているが、あくまで警告のみであるため、犬品が、 人間に直接的な危害を加える話は少なく、人間を地獄へ落とすような強い力も犬品にはない。しかし人間にとって身近といっても、異質な存在であることは、変わりなく、度が過ぎた自然破壊などで、犬品の怒りを飼うと人間たちに災いを降りかかる、結果になると信じられており、そうした怒りを鎮めるために、岐阜県や長野県で山の神に餅を備える、犬品餅など、 日本各地で天狗、犬品に関する祭りを見ることができる。また、愛知県、岡山県、香川県琴平地方では、一般的な天狗の故障として、犬品の名が用いられている。ちなみに、広島県西部では、他の土地での低級な扱いと異なり、犬品は天狗の中で最もくらいの高い存在として、人々から寄付されていた。 広島市の元宇治に伝わる伝説では、犬品は宮島の未然に、三木さんの県族として住んでいると言われ、犬品がよく遊びに来るという元宇治の山林には、枯れた木以外は枝一本、葉っぱ一枚も取ってはならない置き手があったという、ありがとうございます。